美少年と聞くと、僕の世代以上の人では、ベニスにシスのタッチを、ビョルン・アンドレセンのことが思い浮かぶ人が多いと思うんですけれども、最近彼が自身のドキュメンタリー映画を制作し公開しまして、それが結構な話題になってるんです。というのも彼はその中で、ベニスにシスの監督であるビスコンティ監督の少年愛批判と、少年期に大人たちに搾取されたことに対する告発をしてるんですね。で、その中で自分のその呪われた人生みたいなものを映像化してるんですけれども、それに対してネットニュースなどでいろいろと書かれてるんですけれども、それがちょっとなんか前編かわいそうな人扱いになってるんですね。アンドレセンのことはちょっとそれがなんか一方的で、なんか美少年時代はこう少年愛者に搾取され、なおかつ今は追いさばられてかわいそうみたいな記事になってるんですけど、ちょっとそれに納得いかなくて、この動画を急遽作ることにしました。で、これがビョルン・アンドレセンの略歴ですけれども、彼はスウェーデンの白夜で有名なストックホルムで生まれました。で、幼年期に父に捨てられ母が自殺するっていう結構過酷な生い立ちを持って、その後後にステージママっていうかステージグランドマザーになる祖母に育てられて、音楽学校に進学した後ロックンロールに傾倒していくんですね。で、その後その祖母のおすすめで、これ14歳の時、この白い服着てる人ですけど、子役としての活動を始めて、この映画は純愛日記っていう映画なんですけど、それの早くで銀幕デビューします。で、たった3分の出番だったんですけど、ご覧の通りこの美少年ぶりは半端なくて、で、この経験が次につながっていくということになってきます。で、次はベニスにシスですけれども、この小説はドイツの小説家のトーマス・マンの作品であって、まあ、ノーベル文学賞を取っているのはすごい作家なんですけれども、この人の自伝的小説になってます。で、ビョル・アンドレセンが演じたタッチオにも実在のモデルがいて、トーマス・マン自体も同性愛の傾向があったと伝えられています。で、ビスコンティ監督はこのベニスにシスを映画化しようと考えまして、1970年にヨーロッパ中の美少年を集めてタッチオ役のオーディションをするんです。そこに登場したのがアンドレセンだったということになります。で、この様子はタッチを求めてというイタリアの公共放送の30分のドキュメンタリー番組にもなってるんですけれども、その中でこうビスコンティ監督は文句ばっかり言ってるんですね。でも明らかに喜んでるんです。で、そんなわけでこの数千人のヨーロッパ中の美少年の中から最終的にアンドレセンがタッチを役に決定したんです。映画のあらすじです。高名なろう作曲家アッシェンバッハは声優のために赴いたベニスで究極の美を体現した美少年タッチオに出会う。ゆるくカールした金髪と澄んだ碧眼の瞳、まるでギリシャ彫刻のようなタッチオにろう作曲家は次第に心を奪われていくというお話になっています。原作はろう作曲じゃなくてろう作家なんですけれども、ここが作曲家に書いてますね。それで映画の宣伝文句ですけれど、まずはただひたすらに美しい愛としの一大交響詩、壮麗な水の都を舞台に巨匠ビスコンティが描き上げる究極の美、さらに極めつけが美は滅びない。こんな顔でそんなこと言われちゃったらもうひれ伏すしかないですね。この映画であまりにも印象的に使われている音楽、今このバックで流れている音楽ですけど、これはマーラーの交響曲の第5番第4楽章アダージェットという曲です。この少年タッチオの儚い完全性というものを完璧に表現し得る素晴らしい曲ですね。で、この曲には B
ビスコンティ監督自身の美意識と、さらには迫り来る鬼に対する切なさの叫びも伴っているように僕は感じています。それで10代の頃に最初にこの映画を見た際に、僕はタッチョの美少年ぶりがよくわからなかったんですね。作曲家のおじさんもなんか意味不明だしなんて思ってたものなんですけど、もう今はもうただ切ないですね。そうなんですよ、昔はタッチョ側だったのに今は完全にアッシェンバッハ側なんですよね。そしてそういう老いに抗うことすら許してくれないのがビスコンティ監督なんです。だからその美意識がもう完敗という感じがしますね。で、そしてこの映画は美少年の届かぬ思いばかりがクローズアップされがちなんですけど、作り手として、まあアッシェンバッハ作曲家なんですけど、創造者として神に敗北していく様っていうのもまた実に切ないんです。僕も一応作り手なのでアッシェンバッハの気持ちがわかるんですけれども、その上でそれが本人というよりはビスコンティ監督的にも負けなんですよね、神に対する敗北で。それは甘美な敗北なのだっていうことがこの映画を見てるとよくわかるんです。映画のヒットを受けてアンドレセンは1971年と1972年映画のプロモーションと明治製菓の CM 撮りのために2度来日してます。で、耽美という観念に理解が深い日本において、この映画とアンドレセンの人気っていうのはとっても高まったんですね。そしてそういう日本で活動を続けていくってことは、彼よりも彼の育ての祖母の意向が強かったと言われてます。で、そんな祖母は彼にとってステージママ的存在であって、後の憎悪の対象になっていくんです。で、絶世の美少年の来日は本当に大きな話題を呼んだんですけれども、ま、こうやって来日中のフォトグラフを見てますと、なんかそこにほころびっていうものを感じてしまうのも僕の正直な気持ちなんですね。確かに絶世の美少年なんですけれども、映画の撮影から来日までの時間経過ってものを差し引いて考えても、やっぱりビスコンティが生み出したタッチオというものと現実のビョルン・アンドレセンには明らかに違いがあったっていうことなんだと僕は思ってます。だからタッチオはタッチオで完結していたんだなと改めて感じますね。で、このジャケット写真なんですけれどもこれ日本語で歌ってるんですね。だからどういうフィーバーだったんだって思うんですけれども、まあ怖いもの聞きたさで検索してみると YouTube に転がってるんで、聞きたい人は聞いてみてください。僕は絶対おすすめしません。それで映画から半世紀、あの美しいタッチョが今どうしてるのかと言いますと、彼はもともと専攻してた音楽の世界で教師をしているそうです。で、その傍ら芸能活動も続けているそうなんですね。それで実はアンドレセンは2018年に47年ぶりの来日をしていたんです。それは自分自身のドキュメンタリーの撮影で日本を訪れたんですけれども、その際に彼は日本への思いは強かったけれど、15歳だった当時は何が起きているのか理解するよりも早いスピードで周囲が動いていた。やがて年を取りにつれて、あの時随分迷惑をかけたのではないかと思い始めた。できたらまた日本を訪れたいと思っていた、という言葉を残してるんですね。さらには現役バリバリと言いますか、日本でも2020年に公開されたスウェーデン映画ミッドサマーにアンドレセンは、まあ、かなり重要な役どころで出演してるんですね。で、映画をご覧になればなぜこの役に彼が選ばれたのかというより、演じたのがビョルン・アンドレセンだからこうなったという、現実を超えた映画という虚構の世界の凄みが、まあおそらくここまで僕のこの拙い喋りに付き合ってくれた方々だったら深く理解されることだろうと思うんですね。だから僕は演者としてのアンドレセンの映画視線というのはこれで終わりになるんじゃないかって思っています。
2021年にアンドレセンのドキュメンタリー映画 The Most Beautiful in the World がインディペンデンス作品の祭典サンダンス映画祭で公開されました。で、これは例の日本でも撮影が行われたアンドレセン自作のドキュメンタリーですね。その中で彼はビスコンティ監督の少年愛批判と少年期に大人たちに搾取されたことに対する告発をしており、その中で自分の人生が呪われたものになったことについて語るという映画とのことなんですけれども、そこでさすがと言うべきか、年老いた彼もやっぱ魅力的なんですよね。特に浜辺や桜、八重桜の前で佇むトレーラーを見て、僕はまずハッとしてしまいましたね。やっぱりつくづく美しいと感じたんです。例え置いたにしても。そしてドキュメンタリー映画のタイトルが The Most Beautiful in the World であったことに対して改めて感じるものもあったんですね。ではそれは本当に The Saddest Boy in the World だったのかと。それは本人に僕がぜひ聞いてみたいことでもあります。では最後にアンドレセン自身がタッチョについて語った言葉を紹介して終わりにしたいと思います。タッチョについて。タッチョはトラウマではなかったにせよ、永遠に続く影のようなものだった。彼なしの人生はいずれにせよ楽だったろうが、面白みも少なかっただろう。2002年、ビョルン・アンドレセン。2021年の3月、今から2年以上前に配信した動画なんですけれども、その頃と比べてもだいぶ状況が違ってきてると思うので、ちょっと追加でコメントしたいと思います。で、この写真ですけど、これは世界で一番美しい少年っていう、まあ先ほども述べたアンドレセンのドキュメンタリー映画なんですけど、これが先日CS でオンエアされて、で、まあ皆さんご存知のように今、日本ってのはジャニーズ問題、ジャニー北川の性的虐待問題で揺れているご時世なんで、まあ大きな話題になったんですね。で、それが起こったっていう背景には世界的な MeToo 運動っていうものがあると思うんですけれども、この世界で一番美しい少年っていうのは、その構想自体は MeToo 以前からあったものなんですね。ただその世界的なムーブメントがなければ、アンドレセンがこのドキュメンタリーを OK することも、あるいはこれが作品として完成したのかっていう疑問すらある話だと思うんですね。それぐらい世界がそういうものに対して厳しい動きになってきてるっていうものがあると思います。で、当然こういうものが問題になった時に、作品と作者の人間性は別物っていう意見がありますよね。だから変化する基準に過去を合わせていくっていうのはすごい困難だろうっていう話もあるんですよ。過去がそれだったらどんどん消えていっちゃうじゃないかっていう、まあ僕もそういう意見っていうのはすごく肯定したい部分もあるんですけれども、そういうものを差し引いても、このベニスに死すっていう作品っていうのは、そのビスコンティの監督であるビスコンティの性思考とあまりにも密接すぎる作品ではあるんですね。それゆえに、作品と作者の人間性は別物みたいな、そういう愛や許容みたいなものは良くないとは思うんです。で、何事もきちんと検証して、反省すべきとこは反省しないと、単純に再発につながりますね。まあ、ジャニー北川を見ればわかるように。だから、なんて言うんだろう。ビスコンティ監督のやったことに関しては、証言者でいる、もちろんこのアンドレセンもそうですけど、そういう人間がまだ罪名であるうちに進めた方がいいと思ってますね。これはロマン・ポランスキー監督なんかもそうなんですけれども、やっぱりちゃんと罰せるとかは罰せなきゃいけない、その上での話なんですね。で、僕は思うんですけど、このベニスに死すっていう作品のおそらく正当な評価っていうのは、
良くも悪くも僕なんか生きてる時期には多分されないんじゃないかなと思いますね。だからバロック絵画とか時を経て評価基準が定まった古典の絵画のようにベニスに死すっていう作品の正当な評価がなされるっていうのは遠い未来の話なのかもしれないなって今思っています。こんなところですね。ありがとうございました。